皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回はオンラインホラーゲーム、デッドバイデイライトの殺人鬼側をプレイさせていただきたいと思います。デッドバイデイライト、殺人鬼側、めちゃくちゃ久々じゃないですか。つい先日こちらの新殺人鬼、デモゴルゴンが配信されたので使ってみようかなと。デモゴルゴン、どんなキャラクターなんです？ネットフリックスの人気 SF ドラマ、ストレンジャーシングスとのコラボで追加された裏世界に潜むクリーチャー、それがこのデモゴルゴンなのであります。すごい見た目。人気ドラマとのコラボキャラなのね。ですです。それでどういった能力を持っているんですか？この殺人鬼は。この殺人鬼の最大の特徴は何といっても設置したポータル感を自由に行き来できることだね。ポータルって今地面に張り巡らせたやつ？そうそう。このポータルが壊されない限り何度でも行き来できるみたいです。あ、ポータルって壊せるんだ。うん、生存者側は壊すことができるみたいだよ。設置したポータルに移動できるのか。発電機の近くにポータル設置したらかなり強そう。発電機巡回がかなり楽にできるね。早くポータルでの移動見てみたいな。まあまあそうは慌てなさんな。あ、この上の発電機爆発した。そして生存者が降ってきた。第一村人だ。ち、いた、倒されちゃった。駆け引き開始。うん、攻撃届かないか。ギリギリ届きませんでしたね。まあいい、狩りは始まったばかりだ。わあ、別の生存者が出てきた。そして何ですか今の高速移動攻撃は。今のもデモゴルゴンの能力のうちの一つだよ。そうなんだ、すごいね。シュレッドという名の特殊攻撃でさ、通常攻撃より少し当たり判定が広い上に今見たく素早く距離を詰められるのよ。強すぎ。ただこのシュレッドには一つ欠点があってね、飛びかかってる最中は方向を変えられないのよね。ああ、そうなんだ。方向変えられたらさすがに強すぎますからね。発電機一つついちゃったよ。生存者をなかなかダウンさせられないよ。これは全滅厳しいかも。なんせこの殺人鬼使ったのこれで2回目だしな、まだ操作に慣れてないんだよな。2回目ってことは初ではないのね。動画用にこの一つ前の試合でも使ったんだけど生存者が2人も切断しちゃってさ。あらま。よっしゃー、1人ダウンさせたぞ。奥にもう1人生存者いるよ。なんだよ、お客様。一撃食らわせられたね。板の1枚消費させられたし、これは美味しい。この殺人鬼声がいちいち大きいね。他の殺人鬼と比べても結構うるさめかも。デモゴルゴン。このゲームもついに完全な化け物を投入してきましたか。これ生存者側で追われるのめちゃくちゃ怖いだろうな。絶対対戦したくない相手です。ようやく1人目釣れました。発電機あと3つ修理されたら生存者脱出しちゃうよ。もっとペース上げていかないとまずいな。早く次の生存者探しましょ。ポータルで移動するか。お、ついにこの時か。でや？わあ、すごいすごい。どうよ。これは便利ですね。しかしここの発電機には生存者おらず。そろそろさっき釣った子を仲間が助けに行っている頃では。来てるかねー。ほらやっぱり。急いでポータルで向かうぞ。足跡があります。機械ですよ。この発電機誰か修理しとるな。おじいちゃんと女の子がいました。まずはジジイに一発食らわせて、あとちょっとで釣そうなこの発電機を破壊だ。つけられる前に妨害できてよかったね。この発電機は要巡回だな。そこにさっきのピンクスカートを履いた子がいますよ。高速アタック。残念、当たりませんでした。さすがに今のは無理があったか。板の前で待機してますよ。高速アタック。ああ、くう、板当てられた。攻撃届きませんでしたね。おのれこ娘ね、後でたっぷり可愛がってやるからな。あ、追わないのね。発電機いじられてないかチェックしようかなと。大丈夫そうだな。霊夢、今奥に生存者がいましたよ。いたねー、あの発電機を狙ってるねー。絶対に触れさせてはなりませぬ。ほらー。全然届いてないです。この生存者はさっき1回釣った子だな。これは倒しておきたい。発電機近くでのチェイスなら大歓迎だ。板倒した。ふふ、作戦通り。そこの板はなー、弱いんだよ。一発当てた。板壊して引き続き追うか。発電機は大丈夫なんですか？ここに殺人鬼がいるのみんなわかってるだろうからすぐには戻ってこないと思う。だといいけど。それにそろそろ生存者の数減らしたいしねー。ポータル使って追うのね。おそらくこの辺に逃げたはず。いた？治療中だ。不意打ちだ。今のはびっくりしただろうな。初めてうまくポータル利用できたわ。やったね。
このまま地下に突っちゃおう。ってなんだ。今すぐ近くのロッカーから音が。誰かこの近くに潜んでるな。足跡があります。機械です。どこだー。隠れても無駄だぞー。出てこい。いたー。おじいちゃんだ。じじい、その命もらうぞ。ここに来てまさかのツーダウン。これは美味しい。奥の発電機が爆発してる。誰か修理しとるな。爆発したってことはスキルチェックミスっちゃったのかな。いやきっとこのデモゴルゴンのパークの効果よ。どんな効果なんです？デモゴルゴンの固有パークでサージってのがあるんだけど、これは通常攻撃で生存者をダウンさせると32メートル以内の範囲にある発電機が全て爆発するの。何それ強い。おまけに修理の進行も後退するのよ。ああ、ダウンさせた女の子復活してる。く、他の仲間が救出に来てたか。せっかくダウンさせたのに。まだそう遠くまでは行っていないはず。ここに足跡があるね。いた？今お尻が見えたぞ。まだ治療はできていないようね。いける、いけるぞ。やっちゃってー。そこだ。やりー。しかしこの間にジジイが救出されてしまった。パークの効果が効いているのか知らないけど発電機3つから全然進んでないね。いい流れだ。この近くの発電機、結構修理進んでる音がするね。いい場所でダウン取れたな。まだ近くに生存者いるかも。さすがにもう離れてるんじゃないかな。うん。一旦地下室のある小屋の近くに移動するか。なぜに？地下から救出された生存者がまだ近くにいるかもしれないし。いるといいけど。おお、見つけたー。読み通り。勝者が二人も、これは多すぎますぞ。おじいちゃん壁に引っかかってたね。黒 T シャツ娘もダウンさせたいところ。さっき発電機近くに突った子救助されてる。救助意識の高い生存者たちだ。これ深追いせずにおじいちゃん突った方が良くないですか。あの黒 T シャツ娘は逃げるのうまいから今のうちに突っておきたいんだよね。でも結構距離離されてますよ。いや、右に逃げるのならワンチャンあるで。障害物の少ない場所はシュレッドが輝くのだ。あの霊夢さん、攻撃届いてません。今のは前を詰めただけだから。走行しているうちにダウンしたおじいちゃん復活しちゃった。ち、板のあるポイントに逃げ込んだか。発電機修理中の生存者もいましたね。気づけばここに設置したポータル壊されとるやんけ。ここの発電機修理かなり進んでますね。もういいや、黒 T は最後に取っておこう。うまいこと時間稼がれちゃった。覚えてろよ。そこに隠れているのは分かってるんだぞ。ピンクスカートの子だ。しゃあない、今はあの子で我慢するか。早めにダウンさせないと残りの発電機修理終わっちゃうよ。大丈夫、これはすぐ終わる。珍しく高速アタック決まった。決まると気持ちいいっすね。この子は初釣りだっけ。だったっけ。そんな気がする。この辺のポータルで急いで修理の進んでる発電機に戻ろう。生存者いるかな。あれ、いないか。いないですね。他の場所を探そう。全然見つかりませんな。いた？さっきのピンクスカートの子だ。これで終わりだ。おじい？あとちょっとだったのに。小屋に逃げられちゃった。なら追うのはやめて発電機を破壊だ。気づけばここのポータルも破壊されてる。くっとこ。そして移動だ。移動先に誰かいるといいけど。ピンクスカートの子がこの辺りに逃げてるはず。足跡だ。やっぱりいたか。読み通りでしたね。ぐへへへ。板前で待機してます。これは勝ったな。この板は弱い。やっちゃってー。よし、かかった。これでピンクスカートの子は2回目ですね。まだ誰も削れてないけどゲームポイントはうまうまだ。かなり厳しい戦いになってまいりました。黒 T の子以外は割と均等に連れてるからまだわからんよ。どうですかねー。よっこらテスト。ここの発電機には誰もいないね。あの奥の発電機、誰か修理してるっぽい。なんでわかるの？デモゴルゴンの能力だよ。あ？ポータルの近くにいる生存者を感知できるのよ。そんな能力まであるんですか？強いよね。おじいちゃん言った。ジジイはこれで終わりかな。ご体重ですかね？だったはず。これでようやく一人削れるんですね。ピンクスカートの子救出されたか。ピンクスカートの子も次吊るしたら退場だね。まだそう遠くまで逃げてないだろうし急いでポータルで戻ろう。戻りましょう。
移動先間違えたー。何やってるんですか。全然違うところ来ちゃった。せっかくのチャンスが。もったいない。この辺に隠れてないかな。因縁の相手です。あら、黒 T、生意気に黒い T シャツなんか着てんじゃねえぞこらー。それは別にいいでしょ。デモゴルゴン舐めるんじゃないよ。それはそうと、霊夢はこのデモゴルゴンの出てるドラマ、ストレンジャーシングス見たことあるんです?ないです。ないのね。噂だとかなり面白いらしいわね。どういったストーリーなのかしらこのドラマ。ウィキには超自然現象と超能力を研究する政府の研究所付近で不思議な出来事が続発し、少年たちと超能力を持つ不思議な少女が邪悪な怪物と戦う。って書いてあったね。その邪悪な怪物ってのがこのデモゴルゴンなんですね。うん、だと思う。ようやく黒 T ダウン取れたね。手間かけさせてくれるぜ。あら、この辺にはポータル設置できないのか。で、発電機ラスト一つじゃん、やばくない。まだ慌てるような時間じゃない。あー、修理してる。おいこら、この発電機に触るな。しゃっかりポータルまで壊しやがって。この先に逃げていったね。見失ったのでポータルで発電機のある場所に移動だ。ちょうど黒 T ちゃん救出された。いいタイミングで移動できたな。また黒 T ちゃんダウンさせられるかな。この上で爆発音、治療中か。下に降りてくるかな。ピンクスカートの子が降りてきたわ。さあどうしましょう。この辺の板軽く使わせて発電機に戻ろうかね。発電機ラスト1個だからね、慎重に立ち回らないと。絶対ここ修理してるだろう。いた?確か君も次で最後だったよね。ギリギリの戦いだ。深追いするとここの発電機つけられそうで怖い。でも生存者の数を減らさないとどの道負けます。このポータルの先に生存者いてくれればいいんだけど。あ、生存者の声が聞こえる。この上にいるのかな。出た?ピンクスカートの子。とりあえず一撃。で、ここにさっき追ってた子もいるじゃないですか。これは最高の展開だ。ここに勝敗がかかっていると言っても過言ではありません。謎の穴に落ちたー。何やってんのよー。でも落ちた先にピンクスカートの子がいた。ラッキー。こうしている間にも発電機の修理が着々と進んでいます。急がねば。ピンクスカートの子確保。発電機いじられてるかな。今のところ大丈夫そうだね。なら吊るしちゃおっかな。この子を吊るせば残るは二人。そのうち一人は次ダウンで退場。難しい戦いです。お疲れ様でした。急いで残りの子を探しましょう。そこのポータルから修理の進んでいる発電機の場所に移動しよう。いるかな?やってね。二人いる。よっしゃー、この勝負狙ったー。あとはあの子をダウンさせられれば勝ったも同然ですね。まさかここに残りの二人がいるとは、ついてるわ。さーて、彼女はどこまで逃げられるのでしょうか。おとなしく降参すれば見逃してやらんこともないぞ。降参する気はなさそうです。まあそれもそうか。終わったな。アディオス。やってしまいましたねー。ふう、長い戦いだった。生存者の皆様お疲れ様でしたー。あとは肉かけフックに吊るすのみ。一番近い肉かけフックは地下ですかね。ですな。アディオス。最後は黒 T ちゃんの始末ですね。這いずり状態でどこか遠くにまで行ってないといいんだけど。まだハッチから逃げられる可能性ありますからね。そうだった、ハッチの存在すっかり忘れてた。あかん、いなくなってる。あちゃー、これは見つけ出すのに時間かかるやつだ。這いずり状態の黒 T 探すよりハッチ探した方がいいかもしれん。ですね。ってことでハッチ探します。ここから音がする。ありましたー。最近のデッドバイデイライトは殺人鬼がハッチ閉められるんだね。であれ、
這いずり状態のプロジェが復活してるんだけど。どういうことなの？これはゲート通電後に負傷状態を1段階回復できるアドレナリン、チューパークの効果だ。ここでまさかの鬼ごっこ再開。あ、この近くにいるな。地面に血痕がありますね。ミースーケーター。最後の最後までしぶとい生存者ですね。敵ながらあっぱれだわ。今度こそ終わらせられそうですね。いやー、デッドバイデイライトかなり久々にプレイしたけどやっぱり面白いわこのゲーム。ギリギリ全滅成功ですね。よかったよかった。高ランクだったらこううまくはいかなかっただろうけど。あ、低ランク帯での戦いだったんですねこれ。続けてやってないとランク下がっちゃうからねこのゲーム。また機会があれば遊びたいですね。そうだねー。はい、ということで今回はこちらのオンラインホラーゲーム、デッドバイデイライトをプレイさせていただきました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。